皆さん、こんにちは。今日は、ね、素晴らしい天気に目の前にありがとうございます。ついの玉釣りは、鎌倉から撮っておりましたが、明治の初めに一時中断いたしました。それを鴨川宮司さんはじめ、先輩の方々の個人力によりまして、昭和62年、1987年に再興しで再興されました。おかげさまで年々盛大に開催されております。また、地域の皆さんにご協力いただきまして、お見ても、中学校の生徒さんをはじめ、各町会、地域のご協力になりまして、やっております。これからも、この次は盛大に再興されることを願いまして、挨拶をいただきます。本日はどうもありがとうございました。滝沢会長、ありがとうございました。それでは、来賓のご紹介、ご挨拶に移りたいと思います。鶴見区区長、曽谷正和様、舞台上へお上がりください。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、鶴見区長の曽谷でございます。本日は最高29周年鶴見玉釣りの開催、誠におめでとうございます。皆様方には日頃から鶴見区政の推進や、地域の文化振興にご支援ご協力をいただきました。本当にありがとうございます。鶴見の玉釣りは先ほど竹澤会長様の方からもお話がありましたけれども、五穀豊穣を祈願するために鎌倉時代からこの時に受け継がれてきた伝統ある行事ですけれども、明治初期に一度途絶えたものを、皆様の大変なご努力によって見事に再興されたということでございます。かつては日本各地で行われていた玉釣りも、現在神奈川県内では寒川神社と鶴見神社の2か所だけというふうに伺っております。この鶴見の玉釣りがですね、横浜最古の、民族芸能と言われておりまして、この時期の鶴見に欠かすことのできない行事となってきているというふうに思います。貴重な伝統文化を復活に導いてくださいました皆様のご尽力と、ふるさと鶴見に対する郷土愛に改めて敬意を表します。また本日このように盛大な会をご準備いただきました保存会の皆様や関係者の皆様、誠にありがとうございます。この先もこの歴史ある鶴見の玉釣りを後世に伝えていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。来年はですね、いよいよ鶴見が区政が始まりまして90周年と、いう節目の年になります。この記念すべき節目の年を区民の皆様と一緒にお祝いしたいというふうに考えております。区役所職員が一丸となって鶴見区の90回目のバースデーイヤーをですね、盛り上げていきますので、どうぞご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。最後になりますが、鶴見玉釣り保存会のますますのご発展と、そして本日ご参加の皆様方のご健勝、ご多幸を心から記念いたしまして、ご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。曽谷区長、ありがとうございました。続きまして、鶴見警察署長、石川光美様、舞台上へお上がりください。よろしくお願いします。皆様こんにちは。
釣り見警察署長の石川でございます。玉釣りの開催誠におめでとうございます。また皆様方にはですね、弊社から私どもの警察活動いろいろご支援ご協力を賜りましてありがとうございます。この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。玉釣りのこの盛大なですね、して私昨年に続いて2回目、参加させていただいております。でやはり鶴見区というか鶴見のですね、伝統行事ということですけども、よく考えると、日本のですね、橋の伝統行事をそのままですね、皆様方が受け継がれてですね、伝統は継承されること、非常にですね、地元の警察署長としても嬉しく思っているところでございます。今後ですね、この玉釣りがずっと末永くですね、継承されていくことをご祈念申し上げます。簡単でございますが、M3 ですね、玉釣り保存会のますますのご発展、さらには本日ご出席の皆様方のご多幸をですね、祈念申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。石川署長様、ありがとうございました。お名前をお間違いしまして大変失礼しました。石川光義様でした。失礼しました。続きまして鶴見消防署長、斉藤俊彦様、舞台上へお上がりください。改めましてこんにちは、鶴見消防署長の斉藤でございます。区民の皆様方にはですね、日頃から鶴見区の防火防災にご支援ご協力いただきまして大変ありがとうございます。本日はまた素晴らしい鶴見玉釣りにお招きいただきまして大変ありがとうございます。先ほど来ですね、会見をさせていただきまして、本当に地域の皆様方がですね、この玉釣りを応援をされ、また保存会の皆様方のお力を持ってですね、大変素晴らしいお祭りが開催されているな、本当に感心をさせていただいております。また一方ですね、ここのところ自然災害等も多く発生をしておりますので、ぜひ皆様方、区民の皆様方にもですね、対応また対策について少しご配慮いただければなと思います。またお祭りを十分楽しんでいただいた後ですね、本日大変こう気温の変化が大きい日でございますので、こういう日はですね、私ども救急車が大変忙しい日でございますので、ぜひ体調管理にはですね、十分ご注意いただきながらお祭りを楽しんでいただければなと思います。まあちょっと余計なことを申し上げましたけれども、ぜひ皆様方にですね、健康で楽しくお祭りをお頼みを楽しんでいただければなと思います。また本日はですね、大変素晴らしい保存会の皆様方のご支援ございました。私も一日楽しませていただければなと思います。また看板でございますけれども、ご挨拶とさせていただくのと合わせて、参会の皆様方のですね、ご検証記念をさせていただきまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございます。斉藤俊彦消防署長様、ありがとうございました。続きまして鶴見区連合会会長、小山和夫様、舞台上へお上がりください。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました鶴見区中心協会の会長をご説明しております小山でございます。本日は玉釣りこのように立派にできました。おめでとうございます。今日は病気が少しおめでとうございました。素晴らしい玉釣りが開催されます。常日頃地域のためにさまざまな面でご協力いただいておりますことを本当に御礼申し上げます。29回目というこの玉釣り、来年は30周年で、また先ほど区長さんがお話しありましたように全国制が引かれて90年ということになります。どうぞ皆さんのおかげでこの会議、また90周年も立派にできますように皆さんの力を貸して、鶴見がますますいい祭
いい靴になるようにちょっと一言したいかなとこのように思います。今日はこれから少し難しい雨粒でございます。皆さんと共にこれをしっかり楽しんで後世に伝えるようにまた協力の方をよろしくお願いいたします。最後になりますけれども皆さん方のますますのお弁償また雨粒のさらなるご発展をお場にお祈りいたします。簡単な途中でございますけれども挨拶をさせていただきます。今日は誠におめでとうございます。小山連合会長ありがとうございました。それでは続きまして神奈川県民族防衛の協会会長石井匠様代表へよろしくお願いします。あれお侍さんですよ。当時の侍と武士とは違って、なるほど、そうかも。ご紹介いただきました神奈川県民族防衛の保存協会です。私はこの多摩津に初めてお伺いしたのは昭和62年ちょうど復活した年でした。伺いましたらほとんど見物の方がいらっしゃらなくて本当に寂しいお祭りだったんですが、果たしてこれがこんな29年も続くのかと思いましたけども、今日めでたく29年のお迎えになったとても思いでございました。このお祭りはですね、私の方から言いますと吉黒行事といいまして、農作業が始まる前にあらかじめその1年間の農作業の様子を他の神様にお見せしてですね、そして収穫まで今年は豊年だということをお見せするとその通り神様が秋にはちゃんと豊作をもたらしてくれるというそういう古い日本人の信仰に基づいた芸能なんです。ですから今日お越しの皆様方はこうやって直接農作業に関わる方ではないにしてもこういったお祭りをご覧になることによってですね、神様の恵みが今日ここにいらした方々に必ずやもたらされるんじゃないかと、そういうことで神様頼みですけども、どうかお越しの皆様にはいらっしゃった皆様には寒い中我慢してご覧最後までご覧いただいてですね、そして鳥神様の本来の恵みを受けてお帰りになっています。私の教会は現在昭和46年に作られた教会ですけども、約100近い団体の方々が参加していらっしゃる。神奈川県の全体の民族芸能を団体が集まっている教会ですけども、毎年12月にですね、横浜銀行のホールで県の民族芸能大会をやってますので、なんか機会がありましたら11月になりましたらぜひ横浜銀行に行ってらっしゃって、どういうこの鶴見玉月も含めてですけども、参加いただいてますので、ご覧になっていただけるとまた別なくても機会が得られると思います。石川会長ありがとうございました。続きまして顧問の紹介に移りたいと思います。それでは顧問の紹介をいたします。読み上げますので舞台上へお上がりください。衆議院議員小此木八郎様、参議院議員三原淳子様、神奈川県会議員川崎修平様、横浜市会議員山田和美様、同じく横浜市会議員渡辺忠典様、舞台上へお上がりください。それでは代表しまして小此木八郎様、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました冷たい風が吹いておりますが、ようこそ大変なお客様がいらっしゃると思います。平成の26年、私にとってこの伝統のお祭り戸祭りはですね、やっぱり感謝の日だと思っています。どうもありがとうございますとか、感謝申し上げますとか口では言いますけれども、なかなか
そういう気持ちをですね、人に伝えるのは難しいことだと思いますが、この4月29日の玉祭りというのはやっぱりその毎朝、迎えてですね、食べることができる、米があり野菜があり肉があり魚がありこういったことで私たち生きているわけですから、年に1回こういう日があって、私も感謝の意味をしっかりと自分にまた言い聞かせることができると思って、います。いろんな皆さんにとってのお祭りがありましょうけれども、この伝統行事が今後もますます皆さんの力によって、続きますように心からお祈りをいたします。皆様の今年のさらなる活躍をお祈りいたしまして、ご挨拶に変えますが、今日はもう一人、国会議員で参議院議員の三原淳子議員が、仲間として、いらしてますので、ちょっとご紹介の上挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介をいただきました参議院議員三原淳子でございます。本日はこの伝統ある鶴見の玉祭りの式典にこのように参加をさせていただきましたこと心から感謝を申し上げたいと思います。またこうして長年継承されているということ、関係者の皆様そして保存会の皆様方のご努力に対して心から敬意を表したいと思っております。これからもますます長く続いていくことを、このことに対しまして皆様方の力添えが何よりも必要だと思っております。私も全力で鶴見区そして鶴見の皆様方と共にこの玉祭りの継承のためにしっかりと尽力をさせていただきたいと思っております。これからのますますの皆様方のご健勝心から敬申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。皆さんこんにちは、神奈川県議会議員の川崎修平と申します。本日は、この鶴見が誇る、民族芸能でございます玉祭りの最高誠におめでとうございます。五穀豊穣の祈りとともにこの素晴らしい、鶴見の誇る、行事がですね、地域の特色を守りながら次世代へと、引き継がれてまいりますことを心からご記念申し上げまして一言ご挨拶します。本日はおめでとうございます。どうも皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました横浜市会議員の山田和美でございます。この伝統ある鶴見の玉祭り、これからも皆さんの力でさらに広がるようにお願いをしたいと思っております。皆さんのさらなるご健康 ご活躍を記念いたしまして挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。ご紹介いただきました司会人の渡辺でございます。昨年は大変皆様にお世話になりました。また今年も皆様ご視聴いただきながら精一杯頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。顧問の皆様ありがとうございました。そのまま引き続きですねおみき振る舞いを行いたいと思いますので、代表の皆様も壇上へお上がりください。